さあそれでは本日のハイライトいきましょう。さあ今日はね、京都のボールからスタート、ハンナリズボールからスタートしまして、前半は京都ペースでした。こぼれたボールをローレンスヒル、ハイポストからのジャンプショット、これがファーストポイント。そして外からケビン・コッツァー、インサイド負けてません。やっぱりね、体の使い方強いですね、はい。そして京都オフェンスリバウンドもよく取ってました。やはりインサイド要、ケビン・コッツァー。出だし12対0までこのテンポでいきましたもんね。もう5分ぐらいまでキングス無得点でしたからね、はい。さあ完全に京都ペースでスタートしたゲームですけれども、キングスは津山のこのシュート、ハイポスト付近からのジャンプショット。そうですね、まだ日本では大学に行かずにプロに行くという選手が昔からいてはいるんですけど、横浜の河村選手とか、はい、少ないんですけど彼すごいですね。さあそしてミルトンのこのダンク、そしてガッツポーズですよ。見たかという決めポーズ、個人的に好きです、はい、そしてブロックですよ、はい。なんかエナジーをチームに与えてくれます ね、 そうですね、好かれるキャラクターじゃないかなと思うんですけど、ワイルドですね、はい。さあそして村上です。今日のね MVP ノミネート賞も獲得してました村上。サイドからの鮮やかなスリー。さあキングスパスカット、31番北川が決めます。このシーンすごいやり合いでした ね、 ね、お互い分かってるんだけど、岡田選手が追いかけてくるチェイスっていうディフェンスで対応したんですけども、はい、見事に決めましたね。さあそしてフェイクを入れて小島のこのミドルレンジのショット、あえて欲張らず2ポイント。32番こちら山内、見事な彼も、ね、能力ありますし、彼が出てからちょっと一気に良くなったっていう感じしましたね、はい、ね。村上ですね、今日彼目立ってましたね、はい。さあそしてこのティップインダンクですよ、アンソニー・マクテンディ見せてくれますね。彼はちょっとハンドオフっていうのがちょっと厄介ですね、やっぱり ね、はい。キングスこれが盛り上がりましたね。さあそして岡田負けじとこのスリー、早かったですねモーション、はい。下半身バランス崩れてるんですけど、上半身で空中でバランス取るっていうのが素晴らしいシュートですね、はい。さあそしてこれですね、見事なカット、村上素直レイアップで決めます。さあそして34番ハミルトンのゴール下、見事に決めまして、この試合は74対81で、キングスが見事勝利を収めることとなりました。岡田選手もね、スリーポイントよく今日もね決まってましたね、はい。さあスタッツです。